それは その格好。危ない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 。画面の前の皆様、こんにちは。ベルクラでございます。さあ、今回やっていきますのは、アウトラストトライアルズというね、はい。こちらが、最新作発売しましたベータ版になるんですけども、以前もねアウトラスト1、2、実況させていただきましたけども、精神病棟でね、戦う術もない主人公がサイコパスどもに追われながら脱出するといった、まあ、ゲームでございましたけども、今回はですね、なんと協力プレイで脱出していくというサバイバルゲームになるらしいです、このトライアルズに関しては。うん、これはね、結構画期的ですよね。今までの、アウトラストっても絶対一人でしかできませんし、ましてやマルチプレイなんてのはもちろんなかった。うん、なのでね、今回のこのシステム、もうアウトラストにしては挑戦的な、うん、ものになってます。まあ私ね、デッドバイデイライトをやって、こう、非対称のマルチ対戦とかで、いろいろと脱出ゲームやってるんで、慣れてはいますよね。ただ、アウトラストしかやったことない人っていうのは結構不思議なんじゃないですか、この感覚は。で、ストーリー的にはですね、この、被験者の一人、この、要は精神病院かなんかの実験室みたいなところにいる、ね、メンバーの一人になってね、この実験施設から脱出を目指すといったものが目的になっているみたいです。まあマインドコントロールとかね、洗脳とか、まあ、精神病の、病棟で行われてた、ワンツーのああいった感じなんじゃないかなと。うん、今これ見てください、オープニングやばいですよね。布切れかぶらされてね、でこれ最大4人、うん、っていう風になるらしいです。まあ隠密したりとかなんだりしない脱出するらしいんですけど、まだ私1回もできてないんですよね。さあ一体どうなるのかね、ほんとね。なんかいろいろと道具を使ったりするらしいけど、おほらこれがね、やばい実験行われてるのよ。見て見て、これ多分だけど DVD だとパークなんてのもありましたが、今回はスキルというよりその場にあるもんやばいね、右でなんかこう助け合っていくんじゃないかなと。ただ殺人鬼側になることあんのかな、そこがちょっと分かりませんけどね。これは楽しみですよ。めちゃくちゃなことやらされてますよ、ほら。見て。もう右でなんかさ、なんかすげえ実験が行われてんだよな。人体になんか機械をこう、つながれてるやつの、なんか処理をされてるみたいですね。多分この、今実験受けてる人がまあ被験者の一人で、これが4人集まって脱出するということなんでしょうね。こいつら、もしかしてキラーとして現れるのか。あ、さっき右のやつにつけられたやつだ。ああで、ボルトでつけられるんだ。このさ、目の周りの骨のとこ埋め込まれるわけでしょ。やばいね。さ、The Outlast Trials。ということで、さあ、こっから始まっていくのかな。多分、マッチングとかけていくんですよね。これ、キャラクターをね、自由に作れるということで、私、まあ、おじいちゃん。はい。おじいちゃんキャラでいこうかなと思っております。女か男かみたいなところみたいですね。はい、これでいきましょう。さあ、さっきの実験室から起きて、これチュートリアルなのかな、おそらく。
精神病棟を舞台にした映画って結構いっぱいあるんですけど、ここまで残虐なのはね、アウトラスト以外見たことない。F で安心できるんだ。粉砕機なんか手が乗っかってる。粉砕機がある。かつてない。未だかつてない残酷なチュートリアル。ああ。カニバルみたいなあいつ、さっき言ったやつだ。あ、こうやってマルチの時に捕まったら殺されるんだ。いやー、 DVD 以上にヤバそうだねこれ。あ、いや、その中に入れるんじゃなく先にもう、とんでもねえやつだな。で処理されるわけだ。あららららららら、らやってんね。You see what happens when children try to grow up before their time。 一部始終見てました。あれ、奥にもなんかいるぞ。あいついるわ。で、変だこれ。ああ、いた。入った。ついでに飲んどこう。一杯やろう。一杯やったわ。はい。そして。脱出できたってことかな。やってたね。君の町だ。治療レベル3が必要だって。あ、知らない人いる。私と同じように送られてきてる人いる。これだ。え、相撲してんだけど。こんな勝負もできんの。おおお、勝てる。おお、お、そう、ちょっと、え、なにこれ、なにこれ。ああ、スキルチェックだこれ。やった、スキルチェックで腕相撲勝負するんだ。ターミナル使ってみる。さあ、よりいい自分への始まりの場所へようこそ。知見を選択し、ソロでも友達と一緒でも生まれ変わりの一歩を踏み出そうっていうわけで、早速初行ってみてもいいでしょうか。え、スキルあるやん。知見を強化させると薬を手に入れることができる。スキルセットを使用して理想的な魔法両方を組み立てよう。これなんだ。リグは再利用が可能な実験段階のツールエッジ。フルダウンが必要。購入する。まあ、アイテムでしょうね、おそらく。増強剤。治療に大きな影響を与える強力な特効薬。カフェテリアにドリスがあなたを認めてくれた。増強剤を打ってくれると。処方箋は肉体と精神の能力を強化する。すごいね。経験値が処方箋なんだ。笑うな、俺は。証拠品集めろだって。これが記録なんだ。治療レベル、私は上げていけばいいんだね。チームを探してみよう。4人マッチしなかったみたいだね。さあ、撲滅者。君は害虫駆除人だ。何が真実か我々は決める。牢屋の中に今我々の真実と矛盾するわけし。密告者を殺せ。
あ出た出た、これ精神がやばくなるやつ。こいつを、うお、超引っ張り出してきた。でケツを、ケツをね、ケツをパンパン叩いてね。だから腹の中に鍵があると、ケツパンパンで、あ、これ動いてんだ、電車みたいなもんか。オッケーオッケー、みんな他の二人も見たよね、腹の中に鍵がある、まるで映画そうだぜ。うん、あ、ポリスステーションって書いてあるね。よし、到着だ。目的は分かった、一応行こうじゃねえか。密告者を殺す、警察署。よし、やっていこうぜ。まずはなんかこう集めるのかな。あー、こういう感じか。よっしゃ、アイテム、なんか食らった。え、解毒薬探せ。嘘だろ、もう私おかしくなり始めてる。敵をノックダウンさせることができるって。あー、何かを起動させちゃったんだね。なんだ、警察署に侵入する。こいつよし、あいつ、私精神がちょっとヤバめになってきてるな。ないかな、まあ、とりあえず私レンガ3つ持って、フルレンガ持ち。あ、それカランカランなるやつだね。あ、これじゃない。よし、これでちょっと治ったかな、正気は少しは戻ったかな。はい、登るわ。協力プレイあるんだね。あ、これだ、解錠したぞ。 OK、 これだね。なんか近くにいるわ、殺人鬼いるわ。え、そこに入るの。あ、ちょっと遅れないようにしないと、ちょっと怖いわ。どこに行くんだろうこれ。あ、逆側に出るんだ。いや、これ交換しとこう、ピッキングだって。鍵がかかったケース、あ、うわ、やってるわ。パンパン、とんでもない軍曹がいるんだけど、みんなすげえ見てんな。みんな冷静に見てるね。密告者の元に行ってか、わかった。プロパガンダポスターを発見した。ナイスナイス。何これ。ああ、救急のあれか、治療薬みたいな。あ、蘇生薬、めちゃくちゃいいじゃん。なんだここ。あー、ボトル、え、ボトルって注意を引きつける元アイテムなのかな。あ、密告者だ。よし、何これを、電
元気回復したわ。地下にある発電機、地下にある発電機か。どこにあるんだろう。そっち側かな。基本歩きが重要なのかもね。え、結構注射器ってあるんだ。小型バッテリーか。まだバッテリー結構あるんだよね。お、開けれる？あ、これがあれか。なんかスキルチェックみたいになってる。え、ピッキングで開けようか、私。スキルチェックは任してくれ。これでいいんじゃないの？これ何？大型バッテリーか。なんか別にまあいいか。うんうん。でももしかしたらめちゃくちゃバッテリー消費することもあるかもしれないから、下か。うん、いや結構おもろいかもこれ。なんか新しい協力プレイいいね。あ、精神、おお、2人で。あ、そういうのもあんだ。しまった。んー、ナイス。なんかいろいろ落ちてるじゃん。普通のバッテリーに交換して、なんか来てる。ちょっと待って、誰、ええ、偽物だ。どっちだ、偽物。え、偽物とかいんの。え、変身してたぞ。それは、そのか、危ない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 、それは危ない、それは危ない。何そのゴミ箱、ねえねえ、おもろいんだけど。ガソリンないっす。あ、これに入れるんだ。両側の回路を直そう。こっちもか。いじってくれてたのか。なんかアイテム拾っとこうかな、これ。ピッキング用か。オッケーオッケー。いや、マジ味方かと思ってたわ、あれ。ナイス！ナイスナイスナイス！これでね、ジェネレーターをね、グイグイやってね。お、電気ついた。戻る？あ、一応探索する？小さい。あ、ちょっとだけ回復するやつか。これ、あれだ、罠だ。危ない、あれ。爆発する地雷みたいなもんだ。うんうん、2人とも分かってく、分かってるね。いや、これゴーグルナイト、これなんだ、リグの、あー、クールダウンか。私リグ持ってないんだよね。ピッキングは持ってるんで。ナイスナイス、ナイス。
トラップある。オッケー。ちょ、回復しさせてもらおうかな。あれ？よし、待って、充電がやばい。大丈夫。オッケー。ガソリン。ポスター集める。オッケーオッケー。なんてなんて。あ、ちょっと。よしよしよし。危ない危ない。助けらんない。やべっす。気をつけんと。まずやばやばやば、いっぱい出てきてたね今。ガソリンちょっと運べなかったわ。みんな大丈夫かな。離れ離れになっちゃったね。クランクをいいで。どうだ、これで機能したな。何に役立つか分かんないからね。はぐれたな。もう一個あるんだね、発電機が。よしよしよし、真っ暗じゃねえか。あ、すべての発電機いけた。帰らなければならん。僕あそこで協力プレイして、よし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 、ありがとう、待っててくれた。 ありがとう、助かったよ。もう血まみれじゃん我々。あと、これ、あ、回復薬の方がいいかも。バッテリーか。注射器と解毒と小さい薬。これ盤石だな。だいたい回復アイテムあった方がいいからね。やったやったやった。これで連れていけるんだ。キョ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 。普通の瓶か。これ俺ピッキングが必要か。鍵を探す。なるほど、鍵がない。なるほどな、次は鍵を探さないといけないわけだな。お、あ、これが腹の中に入ってるという、それか。
ナイス。密告者を押していこう。他の鍵も必要か。何それ何それ何それ。臭くなってるよ。大丈夫？おならしてるよ。一番臭いおならの仕方したね。なあ、しまった。解毒持ってました。なんだ、そんなとこ仕掛けあったのが。これ今の偽物じゃない？あれ偽物仲間だよね。あれ本物向こうだよね。あ、目の前に止まってる。やべ。ロッカー開けるとかそういうのもあるかもしんないからね。いやー、 DVD だとそういうのあるからさ、うん、なんか結構いるぞ。まだそこにいんだけど出れないな。どうしよう。早く行ってくんないかな。仲間と合流できない。よし、今危なかった。あ、踏んだな今。ああ、助かった。なるほど。あ、お尻ペンペンのとこだ。お、鍵が月、ダイヤ、もう一つがあるみたいなね。私もみんなのために働かないと。回復薬。ん？これじゃない？やったな、見つけたな。よし、何これ。今違った？いざとなったら私アドレナリンを自分に打っていくから。さっき協力プレイしていくとこあったんだけどね。ピッキングないな。ほほほほ、何がいる？思い切ったね。危な。なんか後ろでごちゃごちゃやってるぞ。やべえぞ味方。そこにいるんだが。ここ隠れる場所あるよっていうのも指定できるんだね。行ってるぞ、そっち行ってるよ、そっち行ってるよ、気をつけて。もう一人いる。2体で行ってるわ。まだいいの？早くどっか行ってくんないかな。で、今どの鍵も手に入ってないのか。よし。電池がね、ないのよね。あ、ウサギ？何これ？ウサギの。ウサギ手に入れた。これが第3のゲートの鍵だ。これでゲートを開けれるようになるってことだよね。よし、
あいつ偽物なのか、あいつなんか入ってったぞ絶対偽物だったでしょ今の。大丈夫か、この先に進めるらしいぞ。これ解毒剤か。ちょっと体力回復のやつにしとこうか。何こいつの野郎、なんかいると思ったら、よし、オッケー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 、そういうのもあんのか。攻め、閉めた閉めた閉めるやばい、3人ともここおお、まさかやり過ごせた、ありがとうございますって言って、どうやって、いや閉めるべきだったんだね、あれ閉めて正解だったんだ。でここに帰ってこれるんだ。大丈夫か、もう一気に1万か、アドレナリン使って一気に1万か、これ痛っ、うら足が速いぞこっちは、ふんアドレナリンだ、開けた開けた開けた、いやどうだこれが足の速さだ。なんだこいつ、出た、私が出てきた、あー危ねえ、私が来たぞ。いやー充電欲しいな。バッテリーないとピッキングだ。ピッキングありかもね。あ、協力プレイ。オッケーオッケーオッケー。これでオッケー。ナイス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 。なんだ、おお、ああめっちゃいいじゃん、めっちゃいいじゃん、違う違う違う、うわこれ助かる、あこれじゃない、大型バッテリー、うわ助かるこれ、うわバッテリーマジで助かる、注射器、これなんだマスターキーって何、お、密告者を押す、新しい密告者を感電死させる、いや私これ大丈夫なの、私大丈夫なの、私丸見えじゃないの、丸見えだよ、私丸見えだよ、痛いのよ、痛い痛い痛い、ギルティー、痛い、放電。
これ全員でやらないといけないのか。これ長押しで。やべ。いや、竹取り頼む。竹取り。投げ取る。よしよし、今の。いけ。感電させるぞこいつらを。いけ。よし。エグジットこれ。手伝う。いて、頼むみんな。私のこと放っておいて憎んだ。私が竹取るわ。よし。まだ。何？やべ、私置いてかれたかもしれない。か、これ。これ無理か。どこが凍るか見たかったな。ゴールどこだったんだろう、分かんなかった。最後うわ難しいね、最後ね。焼却炉の準備をしろ、失敗な。成績は協力行動をする、正気を失う、戦死する、ダメージを受ける。17回も受けた。なるほど、これが一連の流れなんだね。あ、これも戻れるのかな。はい、というわけでね、こうね、あの最後の方難しいね。なんか条件を揃えて、あ、こっから出るっていうのが最後の脱出なんだけども、どこが脱出経路だったんだろう、ちょっとわからなかった、ね、チャンネル登録は PC の方は画面のアイコンから、携帯機器でご覧の方は下のチャンネル登録ボタンの方からどうぞよろしくお願いいたします。そしてベルマークを押すとライブや動画アップ時に通知が行くようになるので、見逃したくない方はオンにしてみてください。いや、意外と難しい。